こんばんは。本日は視聴しに来てくださり、ありがとうございます。このイベントの、司会進行を務める宇佐美と申します。私は普段、組織設計事務所に所属して、一方で、オフィスフォアアーキテクトという個人の活動も行っています。では早速ですけども、簡単に、イベントの趣旨と、今回のテーマ進行についてお話しします。私たち、ホップスコッチはですね、緊急事態宣言の期間中に、建築の専門領域の内外について議論する、日本全国の建築家を集めたトークイベントというのを始めました。で、最近ではホップスコッチっていう名前に変えて、発展させていて、ホップスコッチっていうのは英語で、ケンケンパという意味です。皆さん、幼い頃に遊んだこともあるかもしれないんですが、地面に描かれた線によって遊びが生まれ、その線をもとに描いた人以外の人も、遊びを生み出すことができるという意味を込めました。で、多様な、職種だったり、多様な、議論の、プラットフォームとなることを目指して、社会とか、私たちの専門である建築とか都市について、ちょっと真剣に考えたりとか、ちょっと、緩く、考えて遊びながら、考えていけたらなと思ってます。で、これはこういうライブ配信してる動画は随時、YouTube の、ホップスコッチページっていうのがあるので、そこに公開してアーカイブ、記録をしていってます。これまでのイベントの、記録もあるので、もし関心がある方見ていただければと思います。で、次回以降の情報は、Facebook の、グループページっていうのが、ホップスコッチのグループページがありますので、そちらの方を、ご覧いただいて、また引き続き、お楽しみいただければ幸いです。一応、Twitter のですね、ハッシュタグっていうのを、用意していて、こちらが、#HSC アンダーバー008っていうふうになってますので、もし感想等をいただければ、私たちのリツイートですとか、意見とかお答えしていくので、いただければ、幸いです。はい、それでは本日のイベントを進めていきたいと思います。ファシリテーターの田中と申します。よろしくお願いします。第8回のホップスコンチは、ベトナム・ハノイで、活動する建築家という題名で、議論を進めていけたらと思っております。本日は竹森さんに登壇していただいておりますが、具体的な自己紹介等は後ほどのプレゼンテーションで、これまでの作品や思考の過程などをも含めてご説明いただけたらと思っております。はい。で、視聴者の皆様からも質問を随時受け付けておりますので、この Zoom のチャット機能等を使ってですね、質問などをどんどんしていただけたらなと思っております。で、時間の都合上すべて答えられない可能性もあるんですけれども、できる限り質問に答えたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい。じゃあ、田中さん、ご説明ありがとうございました。では、早速ではありますが、竹森さんから、プレゼンテーションを発表をお願いいたします。こんばんは、竹森です。じゃあ、画面共有をします。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、始めさせていただきます。どうも、はじめましての方もいらっしゃいますし、今、参加されている方見ると、よく知っている方も、またちょっとベトナムに住んでいる方も参加しているみたいなので、少し、緊張しますが、今日は、お招きいただきありがとうございます。今日は主に、最初に少し自己紹介させていただいて、で、その流れでベトナムの今の現代建築から、少しベトナムの簡単なバックグラウンドを、分かると、少しもう少しベトナムの建築のことが分かるかなと思って、ベトナムの一般的な建築文化とか、あとちょっとした、ハノイなんですけども、歴史建築の話をさせていただいて、その後にリクエストで、ベトナムの建築教育であるとか、設計どんなふうにやってるのかっていうのがあったので、自分の事務所でやってる活動を通して、そこら辺をお話しさせていただいて、最後に、
自分のやってる仕事の作品を少し紹介して、これからまあどういうふうに考えているかということをお話したいと思います。私の事務所はワークラウンジ03ベトナムという名前です。で、今メインでパートナー2人で仕事をしていて、僕がまあアーキテクチャルデザイナー、建築設計を担当していて、写真で見る外国人の顔をしているティム・ミドルトンというのがサスティナブルデザイナーで、彼はオーストラリア人なんですけども、ちなみに日本語とベトナム語も堪能でという変わった経歴の持ち主です。で、ちょっと私個人の話を紹介すると、私静岡生まれで1977年に生まれて、大学で大阪に出て関西大学というところに、通いました。で、大学院まで出てから、まあ、静岡に少し寄りながら、まあ、東京に出て、設計の仕事をしています。で、2011年に、ベトナムに渡越するという感じです。で、東京に行った時はみかん組さんで少しお仕事をさせていただいて、このプロジェクトは担当してないんですけども、このプロジェクトの前ですねにいて、で、その後そのみかん組の曽我部さんの紹介というか、曽我部さんも参加していたソニープロジェクト、オプサーバニズムっていう本が JA から出たんですけども、このプロジェクトの担当として1年、安倍ユニット、安倍仁さんと多くの建築家が参加され、プラス、鹿島建設さんでやっていた、プロジェクトに、参加しています、1年ですね。で、それが終わった後にこの鹿島、ごめんなさい、ソニープロジェクトでチームが一緒だった鹿島建設にいた、まあ、東福さんという方とですね、あと、まあ、ドイツ人で東京にいたホグマン真帆子さんという方3人で、ワークライン03を立ち上げて仕事を始めます。で、2003年に始まってるんですけども、まあ名古屋の住宅、まあ住宅であるとか、あとこれは北京の水間アートギャラリーなんですけども、水間アートギャラリーっていうのは、比較的日本の文脈をこう大事にしたアート作品が多く扱ってるアートギャラリーなんですけども、まあ、そういうところの仕事をさせていただいたり、まあ、これも水間アートギャラリーなんですけども、これは東京の、東京ギャラリーですね。その日本の文脈を踏んでるということで、茶室をギャラリー内に作ることを提案して作らせていただいていたりとかします。まあ、これは東京の方は市ヶ谷と飯田橋の間、外堀通り沿いにあるので、とてもいつも作品が素晴らしいので、ぜひ一度見に行っていただければと思います。で、ベトナムに来たきっかけなんですけども、2011年の僕は10月に渡越していて、2011年3月に、まあ東日本大震災が起きた時点でまだ東京にいまして、地震を体験しました。で、まあ震災後っていうのは、こう、みんなこう復興のために何かしようということで建築家の人が多く動いたんですけども、まあ、いつも何を作るべきかとかやるべきことは何だろうというふうに考えていたんですが、まあ、いざそういう事態が起きると、僕はまずちょっとその時はもう力不足で何にもできないというか、すごく無力感があって、で、何かまあ視点を変えようと思って、まあ決して前向きではない状態で、まあ、ハノイの、今右下にイメージが出てるんですけども、そういう仕事を、まあ、僕は海外経験があったもんですから、まあ、手伝う海外のその設計について知ってる人が欲しいということで、知り合いの事務所から声がかかりまして、まあ、ちょっと視点を変えてみるかということで、このし、ハノイの仕事を始めました。まあ、最初は、まあ、通う形で、2ヶ月来て1ヶ月日本とか、まあ、そんな感じでやったんですけども、まあ、だんだん、ベトナムの方が長くなってきて今に至っているという状態です。で、まあ、どれだけの方がちょっとハノイに来たことがあるかどうかもわからないので、あれなんですけども、まあ、ハノイの2011年でいうと、まだその計画停電、まあ、電力不足で、要するにまあ発電所が足りないっていうような状態で、夜に電気が止められたりとか、
まあ、計画停電もあるし無計画停電もあったりとか、あとお店はだいたい8時ぐらいには閉まっちゃって、あのレストランとかも10時には閉まって、まあ、あんまりそれ以上空いてると公安が見回りに来て閉めなさいと指導が入ったりとか、まあ、当時は今はあるんですけど、当時はコンビニがないので来たばっかの時はどこで買い物すればいいんだろうみたいな、あの子供は通じないしみたいな経験をしています。で、まあ、当時はエアコンのない家が多かったですね。それはもうだ今も暖房はない家が多いんですけど、まあ、当時は冷房もない家、でも非常に暑い地域なのでとても大変なところだなと思った記憶があります。あと、まあ、それと同じで、まあ、水のシャワーが多いと、お湯が出ないとか、まあ、今に比べると車が少ないとか、まあ、随分この10年で大きくハノイ、ベトナムは変わってきているので、ただ10年前はこんなような状況でした。で、まあ、以上が大体自己紹介なんですけども、ベトナムのその建築、その2011年当時って大体どんな感じだったかっていうと、その今はたくさん賞を取ったりとか、まあ、海外のメディアとかにも載ってるんですけど、その僕が2011年に統一したときにネットを調べると、この、まあ、ボーチョンギアさんのウィンドウ&ウォーターカフェ、まあ、ベトナム建築で調べると大体これしか出てこないですね。大体というかもう完全にこれしか出てこなくて、そうか竹の建築がベトナム有名なのかみたいな感じで、まあ、統一したんですけど、まあ、実際来てみると別にそんなにたくさんないですけど、で、これ実は最近、去年、あ、今年か、今年初めて訪れたんですけども、まあ、竹を作る建築で、まあ、今は日本でも有名ですよね。で、まあ、ちょっと、ただ残念だったのが、意外とこれ鉄骨で作っていて、まあ、その辺が、その後、竹だけの構造の建築とかできるんですけども、残念だったんですけど、空間的にはすごく気持ちよくて、まあ、これがそのメディア、すみません、メディアにそう、建築、ベトナムの建築を発表することで、まあ、世界に広げていくっていうのが一番最初だったんじゃないかなと、思います。それでだんだん2011年以降どん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 ベトナムの建築が世界に広がっていったなと思っています。まあ、これ実はそのカフェの隣にある駐輪所なんですけども、普通に竹はそれでもよくベトナムでは使われる建材ではあって、これは誰がデザインしたわけでもないと思うんですけど、結構構造がかっこいいと思って写真撮ったんですけど、まあ、こういうふうに竹の材料は普通に使われてたりします。で、2011年当時に建った建物で、これは1+1ダイナリ2ってよく名前が難しいんですけど、今回のホップスコッチの宇佐美さんもここの事務所で働いてらっしゃったハオさんっていう方の作品で、これも大体さっきの壁と同じ年代に立ってるんですけども、当時は全然発表されなくてなかったので、素晴らしい建築なので一緒に紹介したいと思います。で、これはもう純粋に竹と土ですね、竹と土の建築です。少数民族のコミュニティハウスで、少数民族が使うマテリアル、またはまあローコストであるとか、そういうことを意識されて作っているんですけども、ストラクチャーも美しくて素晴らしい建築ですね。で、トップライトがすごく気持ちいいとか、まあ、ディテールも洗練されているんですけども、このギアさんとかハオさんの共通点というのは、海外で教育を受けている海外組で、まあ、ギアさんは皆さんご存知の通り日本で教育を受けてて、ハオさんはイタリアで教育を受けてベトナムに帰ってきたからなので、結構この世代っていうのは海外組というか、海外で学んでそれをこうベトナムに持ち込んだ人の世代かなと。で、この後彼らの影響を受けてベトナムで建築を学んでベトナムで作っている人たちがどんどん活躍していきます。で、そんな中でも初期のベトナム建築の中で僕が一番好きというか後に対して影響が大きかったなと思う作品を一つだけ紹介したいと思います。それはこれもボーチョンギアオフィス
ボージョニアアーキテクトの作品なんですけども、スタッキングリーンという作品で、クレジット的にはボージョニアさんと、今でもホーチミンで活躍されている佐野木さんと西澤さんという建築家が一緒に、プリンシパルのアーキテクトとして登録されています。これは数年前の写真で、青い服着ているのが多分ギアさんだと思うんですけど、もうちょっとお庭の木がすごく大きく成長しすぎて、元の形があんま見えないんですけど、ベトナムってこういううなぎの寝床のショップハウスがすごく多くてですね、大体こんな地割りで建物が建っていて、こうやってまあ隣と壁を共有する建物が多く建ってるというか、もうかなりほとんどの部分がこういう建物になっています。で、まあ、これが竣工当時の写真で、ファサードにこう、植物をスタックさせてるからスタッキングリーンという名前なんですけども、ベトナムはそのコロニアル時代 の, 建築とか、コロニアル時代の、フレンチいわゆるフレンチコロニアルっていう建物が、作られていた時代に、バルコニーが発達したんですね。で、先ほどのショップハウス の, 間口が狭い感じっていうのは、アジア特有のというか、中国からとか、影響が大きいんですけども、そのバルコニーを作るっていうことになった時に、そこに緑を置くっていうのが生活習慣としてベトナム人の中に根付いていて、例えばこの写真だとこの植木鉢がもうビルトインされている建築が作られたりとか、あとこれは団地なんですけども、台湾とかでもよく見られるんですけど、こういうふうに増築しながらそこにもかなり植木台とかを作ってこう緑をどん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 増やしていくというか、生活の中に取り込んでいくというような、もともとそういう文化があって、その、これはすごいもうモリモリなんですけども、スタッキングリーっていうのはそういうもともとあった文化をかなりこう洗練してデザインとして整理して再構成していて、いるという点で、すごく優れていると同時に、ベトナムの後にこのタイプのショップハウスの住宅を設計する建築家たちは、この緑を多用してファサードをどう作るかみたいなところにどん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 こう修練していくというか、基本的なコンセプトがもうここで結構作られてしまっていて、後にの建築家はそれをどういうふうに超えていくかみたいなところはちょっとあるかなと。で、影響が大きすぎて結構似たようなものばっかり立ってしまってるっていう弊害もあるんですが、それぐらいインパクトが強い僕は建築だと思っています。こう強い日差しとかプライバシーの制御とかそういうことがなされています。で、もう少しベトナムの一般的な話をに戻すんですが、ベトナムは大きく分けて北部と中部と南部に分かれるんです。よく分けられます。で、それは気候的にも文化的にもなんですけども、先ほどお見せしたボージョニアさんの、2つの作品は実は南部で、比較的、この今グラフで言うとこのグレーの線が南部なんですけども、ずっとあったかい25度を下回ることがないような、いわゆる熱帯地域ですごくずっとあったかいところです。で、それに比べるとハノイとかフエっていうのは中部の都市なんですけども、ハノイは北部で、比較的こう四季ができるような冬があるんですね。ハノイは今今日も12度とかぐらいまで下がっていて、冬はちゃんと寒くなると、そういうことで建築の形も変わったりするんですけども、なのでよく南部中部北部というふうに分けて語られます。で、歴史的にも全然違う歴史をたどっていて、これは友田先生という大学の先生が作った地図なんですけども、紀元後1000年以前はだいたい北部、これですね、矢印見えてましたね。で、北部の
は大体ずっと中国に支配されてて、中部はチャンパー族の国で、南部はクメール族の国で、それが1800年にやっと今のベトナムの国の形になって、でその後はやっぱりまた南部と北部はフランスに、まあ、この真ん中のグエン朝っていうのも、あの傀儡、フランスの傀儡みたいなものだったんですけど、まあ、なったりとか、あと、戦後は共産圏とアメリカ支援の、いわゆるベトナム戦争をしているときは、まあ、こういう形になったりとか、結局、結構その、1973年のパリ協定で一つのまた国に戻るんですけど、かなりその北部、中部、南部っていうのが分かれてた時代が長くて、かなり文化も違うので、あのその点が建築にも影響していたりはします。まあ、少なくともこう人の生活や人の、考え方にすごく影響をしているので、そういうところでも、違いがあります。でただ、まあ、やっぱどこの地域もすごく雨が多くて、もちろん大きい寒気はあるんですけども、まあ、こう大量に降るとよく洪水ですね、冠水してしまったりとかっていうのは未だにあって、これはハノイの日本大使館前なんですけども、まあ、大雨が降った後はこんな感じで、インフラが遮断されてしまいます。で全国的にやっぱ農業国で、都会から少し出ると、まあ、こういうふうな田んぼが広がっている風景が広がります。でもうこのベトナムの、何ですか、このノンラーっていうんですけど、あの、スゲ傘三角の帽子とかも普通に未だにみんな使ってて、すごいのどかな田園風景が広がっています。で、建築で少し関わることで言うと、その道教がすごく根付いていて、風水、にすごくこだわるので、それも建築の設計に影響を与えます。でこれは僕の設計したお家ではないんですけども、開発しているお家の見学に行ったら、壁に、工事中の壁にこういうのが書いてあって、要するに、まあ、施工者と風水さんが相談して、こういう、絵から図からその階段の位置であるとか、ベッドの位置であるとか、まあ、そういう方位的なものであるとかっていうのを考えているというか、設計しているところです。で、まあ、これがその北部の方の伝統的な住宅なんですけども、基本的にはもともと木造の文化です。フランスが来てレンガやコンクリートが持ち込まれる前は木造の文化だったんですけども、今はもう RC、鉄筋コンクリートが主な、方法になっているので、だんだん木造のこういう技術が消えていって、この先ほどのこの写真もこの写真も、北部のドンラム村っていう村の農村の写真なんですけども、ここはジャイカの、その日本の県、大工さんをこう連れて行って、木工の、支援をして、まあ建物や技術の保存を進めている ところです。で、まあ、特に北部は、こういう瓦ですね、赤い瓦の建物が多くて、今でもその、まあ、瓦は重いし不便なので、材料がトタンになったりしても、まあ、赤い色の屋根が多いっていうのは、そのベトナムの元々の瓦の色の名残なんじゃないかなと思います。で、今までの話っていうのは、今のその農村の話とかっていうのは、いわゆるベトナムの金属と呼ばれる、一番多い民族の生活ですね。80% 以上だったと思うんですけども、間違ってたら誰か後で指摘してください。で、それとは別に、54の少数民族かな、53の少数民族がいると言われていて、まあ中国系でもともと南部の、中部とか南部に行ったクメールとかタイ人系ですね、の、少数民族がいるんですけども、まあ多くが山岳地帯に住んで、北部では特にこういうふうに
棚田を作って、米を作ったりとか、あと、まあ、トウモロコシを作ったりとかっていうふうな生活をしています。でこれはタイ族っていう、タイ族ですね。タイ族っていう村の、民族のお家なんですけども、比較的、まあ、平らなところに住んでるんですけども、こういう高い床のお家に住んでいて、日配足の屋根を乗せて、いまだに、まあ、今は随分、文明というか、新しい技術とかって入ってるんですけど、いまだにこういうふうに、木造で、高床の家に住んでいます。ちょっと面白いテクスチャーかなと思います。で、まあこういうのも、今35年に一度吹き替えるそうです。ちょうどこの間見に行った時に、吹き替えのこと、吹き替えをしてたんですけども、まあ、このヤシ自体はすごく形が特徴的だったり美しかったりするので、ベトナムの建築のモチーフとしてよく持ち出されるものです。まあ、村人で協力して作業してますね。で、この高床の家は比較的その内部空間の天井がすごく高くて7メートルぐらいあるんですけども、実際泊まってみると、すごく風が流れたりとか、ちょっと夏、冬場に泊まったことがないんですけども、夏場はすごく気持ちのいい空間だなと思います。で、これはモン族の、家の入り口なんですけども、家は質素なんですけど、そういうランドスケープのデザイン、この石積みのが特徴的なんですけども、ランドスケープが良かったりとか、まあ彼ら、彼女じゃなくて彼らは機織りが得意で、まあ、こういう未だに手織りの布を普通に売っていたりとか、まあ、地域で手に入るものを循環させて生活していたりとか、まあ比較的その現代のベトナム人も彼らの生活やその住宅スタイルとかっていうのをすごいリスペクトしているというか、参考にして今現代の建築にこう生かしたりしているので、比較少数民族の住宅とか生活っていうのもベトナムでは注目されています。まあ、こういう家畜とかも含めて自然環境の、まあ、脅威とか、または恩恵も受けながら生活している人々が少なからずベトナムにはいます。彼はまだ民族衣装も着ている人が多いです。で、ちょっと時代が遡るというか、順番が逆になるんですけども、ベトナム、先ほど農村の、建物の話がありましたが、そこまではまあ木造であったりとか、簡易な住宅だったんですけども、やはりその仏領インドシナ以降というか、フランスがベトナムに、植民として以降、大きく建築、ベトナムの建築が変わったと思うし、今のベトナムの、いわゆるベトナムの建築というのは、まあ、この時代から主に形成されてきたと思うので、ちょっと簡単にその歴史的な建築を見てみたいと思います。まあ、4つのステップがあるっていう、まあ、勝手に僕は考えてるんですけども、最初はフランスが、植民地化したときに、まあ、フランスで流行ってた新古典主義、そのまま持ち込まれた新古典主義様式であったりとか、まあ、その後、これもフランスから、そのまま直輸入されてたアールデコ様式であったりするんですが、まあ、その後、そのベトナムで考え出されたインドシナ様式とか、あと戦後は社会主義国になっていくので、ソ連の、影響を強く受けます。まあ、この4段階がすごく大きい段階かなと僕は思っています。で、まずそのフランス植民地化したときに、生活のインフラを整えるっていうのが最初に来ることなんですけども、まあ、これは給水塔ですね、1890何年だったと思うんですけども、まあ、この赤痢が蔓延して、もうフランス人が住めないっていうことで、上下水をちゃんと整えるということで、まあ、この給水塔が、作られました。今もハノイの真ん中にあるんですが、今はもちろんもう使われてません。ただこれがシンボルとして残されていて、3層の違ったデザインで結構その
あのデザインも面白くて、僕個人的には中も何かで活用すればいいのになとは思ってます。で、まあ、その次ぐらいに来るのがやはり宗教施設で、本当にハノイ、というか、まあフランスが植民地化するときに、まあ、政治と宗教っていうのは強い関わりが当然あって、まあ、宗教によってこう人民を教育したりとか、まあ、支配したりするということもあっただろうなと思います。これはハノイ大聖堂です。この間パリで火事にあった、名前が急に出てくる、教会を一応モチーフにしていると言われています。ノートルダムですかね。ノートルダム、失礼しました、はい、で少しこう時代が経ってくるとこう余裕が出てくるというか、まあ、フランスも文化を広めるとか、まあ、これも権威でもあると思うんですけども、華やかな社交の世界を見せるとか、またはフランス移り住んだ人がそういうものを求めるとかいう意味で、まあ、オペラハウスが建てられています。これが1911年完成しています。で、まあ、ここら辺までは新古典主義の、まあ、イオニア式の柱があったりとかっていうのががっちり、できているし、まあ、設計が大体そのフランスから来た方が設計をすると。でちなみに、まあ、オペラハウスの設計、このオペラハウスにの設計に参加した技術者は一応そのパリのオペラガルニエの設計を担当した人たちが来たと言われています。でこれは、今はロンビエンブリッジと呼ばれています橋ですね。でこういうふうに、まあ、土木的なものもどんどん作られるようになっていきます。でもともとフランスがベトナムとかハノイをこう拠点にして、植民地化するっていうのは、まあ、ベトナムを占領するっていう意味だけじゃなくて、結局中国を狙っていたんですね。中国の奥地の方を狙っていて、まあ、この、ここから、遡って、山を登っていって、昆明までつなぐ鉄道を作るというので、まあ、鉄道橋のためにこの橋を作っています。でこれがインドシナ様式の代表的な建物なんですけども、これはフランス人建築家のイブラールという、まあ、この人が、まあ、インドシナ様式というものを作り出した人なんですけども、シンプルにそのベトナムの文化と気候に合った建築を作りたいと。で、いうことで、デザイン的には、その、徒競や胸飾りをこうモルタル造形をして作ったりとか、まあ、それまではフランス本国のデザインとか、あとアフリカで作られた植民地様式みたいなものを、こう、スライドさせて持ってきたんですけども、なんとかこうインドシナらしい建物を作りたいとこのフランス人の建築家が考えて始めたものです。これは北門教会で、まあ、同じような思想で作ったんですけども、意外とこれがあんまり受け入れられなくて、実はその後あんまりインドシナ様式っていうのは作られていません。多分、まあ、勝手に思ってるのはその、まあ造形的にものすごい作るのも大変ですし、じゃあこれがすごく、まあ、気候に適していたかどうかっていうと、またそれはそれで疑問で、少しちょっと無理があったのかなと思います。ただ彼の作品は他にもいくつかあるんですけど、全て大体大事に、今でもベトナムハノイの町にあって、しかも大体使われてます。でちょっと順番逆になっちゃうたんですけども、まあ、それと、並行して、よく、デザインとして様式として使われたのがアールデコ様式ですね。で、まあ、これは、まあ、フランス本国でその流行していたのもそのまま使われていて、多分フランスだけじゃなくておそらく他のヨーロッパの国も、このアールデコのデザインをよくしていたので、インドシナだけじゃなくて東南アジアに比較的このテイストの建物が多いかなっていうのが思います。でまたその
ベトナムの場合は、フランスがいた時代に、そのエコール・デ・ボザール、あ、レガーちょっとか、エコール・デ・ボザール・インドシナっていうあの大学を作ってですね、そこで、もう教育を行っていて、建築学科もあって、どうもそこで教えていた様式っていうのが、アール・デ・コ様式だったので、その後、この様式の建物は結構量産されています。で、これは、フランス人が直接設計したものなんですけども、まあ、このアールデコとさっきの、インドシナ様式みたいなのを少し掛け合わせたものができたりとか、まあ、いくつかこういう面白い建築がハノイの街にはありまして、見応えがあります。で、その後はですね、第二次大戦後は、一気にそのソ連の影響が大きくなります。特に、まあ、大戦後というよりも、70年代とか80年代にかけては、これは、エッソ友好文化宮という劇場建築なんですけども、まあ、ソビエト人ですね、ロシア人の設計によるものです。で、この建築家は、まあ、この建物の他にも、ホーチミンさんが今でも、の遺体が今でも保存されているホーチミン廟であるとか、まあ、有名な建築、ソ連の影響を受けた有名な建築を大体作っている方なんですけども、まあ、こういう、これは市場建築なんですけども、少しソ連の影響を受けた建物が作られるようになります。で、そうですね、さっきお見せした団地も実はこれはもうソ連製で、ソ連のからこう、これはドイツ人の写真家が当時撮ったものなんですけども、このパネル工法でソ連からこれを持ってきて組み立てたと。PC パネルですね。PC 版を作って持ってきて組み立てたということで、かなりそういう意味での影響は大きいです。で、まあ、これは、ただ、この、例えばこのロンビン駅ってさっきの橋のたもとにあるんですけども、そのアールデコとロシア建築がこう接中したような建物が建っていたんですが、つい最近こういう少し新古典主義風建築みたいのに建て替わってしまいまして、残念だなと思っているんですが、どういうことかというと、やっぱり未だにそのベトナムの権威のある建築様式とか、一般の人が考える豪華な建築とか、っていうのが、いまだにこう、新古典主義風建築なんだなっていうのを、まざまざと思わされるという、ことなのかなと思います。で、今、マンション開発がすごく盛んなんですけども、マンションも大体新古典主義風の建物が多くて、やっぱその方が売れる、デザインコードという意味で、よく使われるコードです。で、まあ、いっぱいいろんな、ベトナムの若手建築家がいろんな設計をしていて、まあ、彼らは全然古典主義の建物なんかはやらないんですけども、いまだに一般の建築っていうのは、まあ、こういうものが好まれて、まあ、現代につながってきてるっていう感じです。まあ、以上がベトナムの、建築の簡単な説明です。で、竹森の事務所、ワークラン03ベトナムっていう事務所を作って、活動していますが、まあ、その社内の活動を通して、ベトナムの建築教育のがどういうふうな感じなのかっていうのを少しお話しできればと思います。一回ここで質問とか聞いてもいい、あったら聞いてもいいですか？特にないですかね？もし、よろしければ、質問とか、もし、田中さんの方でもなんか、あれば、していただいてもいいですし、視聴者の方でも、もしあれば。いいですか？どうぞどうぞ。ちょっと、すごく面白くて、いろいろ聞きたくなっちゃうんですけど、どうしようかな。今、7時43分。大丈夫ですね。なんか最初の、どうでしょう、すごいいろいろ面白いところがあって、その現代の建築の流れも含めて、まあ、ベトナムのなんて言うんでしょう、特徴として、まあ、産業としては農業があるよということとか、まあ、統治の歴史とか、
まあ、四季があるよって話とか、あと風水とかいろいろあってですね、そのなんだろうな、その材料と建築の関係が、まあ、最初のこう民族の方々のためであったりとかの、はい、こういった、ものには多く使われてるきて、要は地域の中で循環する材料っていうものを使われてると思うんですけども、その先ほどご説明いただいたベトナムの近代建築の中で、はい、新古典、アールデコ、インドシナ、ソ連という、うん、この4つの段階っていうのは、そのある種ベトナムという国ではないところから発生した建築様式じゃないですか、はい、その時の材料の扱い方って、はい、どういうものだったんでしょう。そコンクリートは今までベトナムであまり使われてなかったけど、これを機に使うようになったのかとか、ちょっと材料で専門的な話になっちゃうかもしれないんですけど、基本的に、まあ、コンクリートの前にやっぱレンガ像だったんですよね、うんうん、コンクリートがまだ時代的には使われてないような時代なので、うんうんうん、基本的にレンガ像 で最初の、ハノイの大聖堂は、より前に実はサイゴンの大教会というのを作られてるんですけども、うん、1880年代で、そういうのになるともうレンガもフランスから持ってきたっていう記録が残ってたりとか、あ、作らない、はい、持ってくるんだ。で、まあ、そこからおそらく、まあ、こういう建材を使うということになって、こちらでベトナムで生産するっていう歴史があったと思います。で、セメントコンクリートについて言うと、ベトナムの石灰石というかセメントがよく取れるところなので、うん、それはスムーズにこっちで作って使われるようになったと思います。あ、だから結構持ち込まれたものっていうのが当時一番最初はやっぱ多かったみたいです。あ、なるほど、うん、その他国から、はい、まあ、船なりなんなりで持ってきて、そうですね、多分それをそのまま使うということなんですね。はい、うんうん、もうちょっとレンガまで持ってきたのかっていうのはびっくりしたんですけど、あ、まあ、そうですね、うん、はい、それであるし、まあ、なんていうんでしょう、そのベトナムで、うんうん、今までなかったような材料を使った建築が街中に立ち始めて、はい、まあ、多分その当時の人からすると結構異様な、なんだろうこれはみたいなことだったのかなと思うんですけど、うん、そうですよね、うん、ちょっと次の話につながっちゃうかもしれないんで、もしあれだったらいいんですけど、はい、そこから、うん、そういうものを見て経験して、その次のなんて言うんでしょう、世代の方々はそういう材料を使ってどうこうしてやろうと か、そういう動きがあったのか、うん、これはあくまで様式としてしか見なされてなくて、なんて言うんでしょう、うん、それを解釈して新しくやろうっていうような動きは特にないんですかね。実はこの後のスライドでそれは話してないんですけど、話してないその様式としてももちろん持ち込まれたんですけども、やはりその構造形式として大空間が作れるとか、あ、まあ、そういうことに関してはやっぱり影響はあったんじゃないかと思います。ちょっと今後またそれ勉強してみたい。あ、すいません、とんでもないです。それがそのあたりがすごく面白くて、日本でもこう、うん、やっぱり日本の伝統建築があって、そこから、うん、モダニズムが戦後復興を機にかなり RC の建築とかが、まあ、耐火とか防火の影響も受けて立ち並べていった中で、まあ、それだけじゃない日本的な表現っていうのはどうしたらいいかみたいなところ、丹下さんとかあのあたりが、うん、いろいろ研究してきたっていう流れがあると思うんですけど、うん、ベトナムの場合においてはそれがこう他国からフランスなりソ連なりの建築が、まあ、ある種材料が運ばれてやってきてできてた中で、はい、うん、それを多分その先でベトナムの建築ってどうあるべきかっていうところで、例えばボチョンギアさんとか、ボーさんでいいんですかね、うんうん、そうです、ボーさんじゃないや、ホワさん、ハワさん、はい、ハワさんがそういう竹、はい、そうなんですよ、まさに、それを言い始めたのは多分最近だと思います。なるほど、うんうん、はい、そうですよね、うんうん、
自国のアイデンティティとなる建築とは何かっていうことに建築作品で答え始めたっていうことなんですかね。そうですね、うん、というふうにも見える、うん、あのというふうに感じますし、ただ、うん、そのもうこういう新古典主義を未だにやったりとか、そうですね、フランスにこう植民地化されてるんだけども、はい、その間でもそのアールデコエコール・デ・ボザール、うん、インドシナで学んでその形式を通して作るっていう、うん、なんかこう逆に言うとそのベトナム人のそのしなやかさみたいなこう、うん、のを僕は結構感じていて、その決してなんかこういいものだったらそのまま使えばいいじゃんみたいな、うん、その潔い良さというか、うん、しなやかさというか、うん、それがなんとなく、うん、そのいい意味でベトナム人らしさが あ,、うん、あってあるんじゃないかなというふうに思ってます。うんうんうん、なるほど。なんか、すいません。僕もちょっと簡単に言いますけど、すごい、さっきの田中さんがおっしゃってた、その、材料が、こう、見知らぬ材料が入ってきて、当時の人が驚いたっていうのは、すごい、確かにそうだなって振り返って、で、ただ、その時に同時に、やっぱベトナム人も日本人も共通して、やっぱりその、ハンドクラフトのテクニックっていうか、そういうものすごく高くて、だからベトナムでも当時僕が知る限り結構ダナンとか中部の方でレンガ工場みたいなのがいっぱいできて、もう100年ぐらいやってるってレンガ工場の人とかなんかお会いしたりとか、まあ日本でもそういう木の加工業者とかって多分今もいっぱいあって、でそういう技術者もすごいそのアイデンティティって自分たちで高めていこうっていうあったし、今竹森さんがおっしゃった設計のエコール・デ・ボザールとかって話も竹森さんとか多分これから出てくるのかもしれないですけど、ゴービエット・トゥとかいわゆる丹下健三の、まあ、ベトナムの丹下健三みたいな方がいらっしゃるじゃないですか。なんかそういう話にもつながって、設計者だけじゃなく技術者もなんかそういうビジョンを持ってるっていう、すごい日本とベトナムでシンパシーがなんかあるんだなっていうのもなんか今お二人の話を聞いててなんか感じましたっていうことです。ありがとうございます。と面白いです。じゃあ続き、そのままじゃあ竹本さん続きでいただければ、はい、続きを話します。ちょっとゴービエットゥーさんとかの話とかもしたかったんですけど、ちょっとそこまですると全部それだけで終わっちゃうの で、ね、今日はなんか歴史的というか、うね、話はちょっと5ぐらいまでにします。はい、はい、ありがとうございます。今のその、まあ、自分の事務所でやってる活動であるとか、まあ、それを通してちょっとベトナムの建築教育というか、まあ、今のベトナムの設計者がどんな感じなのかっていうのを話せればなと思ってます。で、あと、突然これうちの事務所で、テレワークしてた時なんですけども、これはハノイでも4月に1ヶ月間テレワークをしてました。まあ、今日本はまだすごく大変そうですけども、まあ、これも世界共通の大変さかなと思って、まあ、ベトナムがどうこうっていうのは関係ないんですけども、まあ、ある日突然スタッフがコロナになった人の友達と接触しちゃったっていう告白があって、こう次の日からテレワークになってすごく大変な思いをしたんですが、まあまあなんとなくみんなよく対応してくれて、それも超えられたというだけの、ちょっとこれはちょっと余談です。で僕らの事務所よく勉強会をやっています。で、いくつかその勉強会の例をお話しするとですね、これは、How to Design Structure、How to Control the Air、要するにその構造や設備のことについて の勉強会、エンジニアの方に来ていただいて、左側はネイパートナーズ、ベトナムの方、右側はボイデンスというエンジニアリングの会社の方なんですけども、要は学校、大学で構造とか設備のエンジニアリングについては一切勉強しないですね、建築学科の方が。で、なので、普段その仕事、いざ仕事をしようと思ったときに、構造設計が言ってることもわからないし、構造がなんで、ラーメン構造なのかもわからないし、構造ってただコンクリートの塊だと思ってるぐらいの人が、まあ、多くてですね、なので打ち合わせがうまくできないんですね。
で、お互いの良さを引き出せないというか、あのエンジニアはエンジニアで、まあ、こういうものだからっていう図面をこう投げてきて、で、設計は、いや、俺の言う通りに書けよみたいなことを言って、言うだけの、なんかすごく不毛な、ことになってしまうので、これはもう少し基礎的な知識が必要だということで、彼ら、海外の、事務所なんです。ネイさん、まあ、ネイさんは日本でも有名ですけども、あとボイレンスもベルギーの、事務所なんですけども、やっぱ海外事務所だと建築家のコラボレーションに慣れてるんですよね。なのでどうやって建築家とエンジニアがコラボレーションするかということを中心に、あとまあ基礎的な知識も中心に、レクチャーしていただくっていう企画をやりました。で、まあ、これはちょっともう少し定期的にやろうと思っています。まあこういうふうに、まあ事務所元スタッフまで来たりとか、まあ全然外部の方もちょっと呼んで、勉強したい方は呼んだりしています。で、昔はまあこういうことじゃなくて即日設計みたいな感じで、スタッフをトレーニングしようと思って、そういうようなワークショップもやってたんですけども、いかんせん元々の知識が足りないとか、で、いくらこう、設計やってもメソッドがわからないから、うまくこう設計できないみたいなことも多くて、まずはこういう基礎的な知識をしっかりつけてもらおうということで、ワークショップや勉強会をやってます。学生も来てますね。はい。で、もう一つやってるのが、これは最近始めたばっかなんですけども、ある特定の建築について、まあ、今はそのスタッフの好きな建築ですね、についてもう徹底的に調べてもらって、プレゼンをしてもらうっていう、まあ、勉強会です。で、なるべくその、有名な建築じゃなくてもいいんですけども、すごく何か他の建築の影響を受けたりとか、または後世にその影響を与えたりとか、そういうような建築をなるべく選んでもらうようにしています。っていうのも、まあ、我々の設計も基本的には、まあ昔の建築家の上にこう上書きしていくような、積み上げていくような作業だと思っているので、まあ、それってどういうふうに積み上げていったらいいのかっていうことがこれで学べるかなと思ったのと、そもそもその積み上げようとしても積み上げるほどその元の建築への知識がないっていうところも大きくてですね、やっぱちょっと世代的にもそのネットで写真をこうバーって見て終わってしまう人が多いっていうのと、あとベトナムって建築に限らず圧倒的に本が少ないんですね。それはもう建築学科の先生じゃなくて法律学の先生とかもありとあらゆる先生がいてて、今すごく役所が増えたり翻訳の本が増えたりとか、あと、まあ輸入の本も増えたりしているんですが、それにしてもやっぱ圧倒的に本がないし、図面、そうすると図面が見れないので図面の読み方がよくわからないとか、まあ、ボキャブラリーが足りないとか、そういうことになるので、まあなるべくこう資料を写真だけじゃなくて資料を集めたりとか、あと先ほど設備とか構造の方とワークショップやったんですけども、このそれぞれの建物で、まあ、例えば設備とか構造についてわからないことがあったらその人たちに聞くっていうことをやっていて、これはこの写真の右側のモデルですね、この青と黄色のモデルは自分たちで作ったんですけども、やっぱ構造のがよくわからないっていうことで、さっきのネイの構造の方に聞いて、まあ、自分たちでこうモデルを作って、あ、こういう風になってるんだねということを確認したりしています。で、まあ、同時に模型もちょっと作ってもらってですね、なんかこう自分たちがこのもう一度グッペンハイムミュージアムを作れるぐらいになりましょうと、その図面を描けるぐらいになりましょうということで勉強会をしています。まあ、あと、もうやってないですけど、以前はこういう出勤後に30分、スケッチを書いて、まあ、ものをよく観察するとか、まあ、そういうようなトレーニングもやっていて、これは結構面白くて、まあ、植物のスタディをする人いたりとか、あと、こういうものの仕組みをよく考えてみたいみたいなことで、こういうスケッチを書いてくる人もいたりとか、まあ、たまにこういう
よくわかんない絵を描いてくる子もいるんですが、まあ、これもこれで面白いな、まあ、これインターンの子なんですけども、で、まあ、一応商品は日本行きの航空券をつけてたんですが、まあ、残念ながらコロナで行けなくなってしまったので、別のものでちょっと商品をあげました。奮発ですね。いやいや、格安ですが、まあまあ、テンション上げてもらうために。で、先ほどちょっと図面が読めないっていう話もしたんですけど、同時にやっぱ図面が書けないというか、基礎的なことが分からなくて、あまり図学とか製図っていうのが大学の授業でよくやられてないみたいなので、まあこうスケールとか、ラインウェイトとか、モジュールとか、オリエンテーションとか、まあこういう基礎的なことも一個一個、共有するために、ワークショップもしています。以上が我々の事務所の、活動ですね。で次に僕の設計、ベトナムに来てからの設計についてお話したいんですけども、まあ、来たばっかりの時はとにかくベトナムの何から何までわからない状態で、まあ、調べようにも、まあ、当時、ね、ネットには何の情報もあんまりないし、で今からちょっとずつ本を読んで、でも本に書いてあることも意外とやっぱ少なくて、歴史的なことはわかるけど今のベトナムよくわからない、建築のことになるとなおさらわからないということで、まあ、最初の時期は本当に何があるのかとか何ができるのかとか、まあ、特にその小さい案件や内装のことも多かったので、マテリアルとか工法とか、まあ、そういうのをこういろいろ探したりとかしている時期がありました。で例えば、まあ、旧市街っていう町の中心、ハノイの古い町を歩くと、なんか今まで見たことのないようなこういう建具の標具がまだあったりとか、まあ、古いくて、ちょっと面白かったりもしたりとか、いろいろ見てます。で、まあ、今もないんですけども、ホームセンターってあんまりなくて、もう材料とか、って、どっかお店の専門店に一個一個回っていかなきゃいけないというので、ずいぶんそういうお店を回りました。で、まあ、先ほどお話した旧市街ですね、36通りって言って、36の職種のギルドがあった町なんですね、ハノイの中心部なんですけども、まあ、例えば一番左、銅であるとか、一番右はのイメージは食器屋さん、アルミ屋さんとか、まあ、そういうふうに、材料によって通りが分かれて、そこをいろいろ回ってみて。いたりとかします。で、まあ、こういうこれは大友義秀さんっていう音楽家の方なんですけども、まあ、彼もそういうのが面白いって言って、この旧市街でいろいろ材料を集めてみんなで楽器を作ってワークショップ音楽祭するみたいなことも一緒に、僕もちょっとアドバイザーというか協力者と参加してもらったんですけども、まあ、それぐらいなんかいろんなものが雑多にあって面白い場所です。まあ、楽器を作っているそうですね。で、もう一方でその、手で作った方が安いっていうのは、今はまあ日本人件費高いんですけど、これはまあベトナムに限らず、おそらく日本、アジアのいろんな国で言えることだと思うんですけども、これは先ほどちょっとお話した西澤さんと一緒に仕事させていただいたピザ屋さんですね、ピザ4ピースっていう、ところの、まあ、このタイルなんですけども、このタイル白い部分ってこれ一枚一枚こんな風に作ってるんですね。これはテラゾーで作ってるんですけど、それをこうモルタルのこういう床に埋め込んで最終的にポリッシュして、まあ、こういう状態になるっていう、まあ、日本だったらなかなかこうできないような、この一枚一枚作るってことがまずなかなかこうアクセプトされないのでというか人件費がものすごく高くてとてもできないことが多いんですけど、まあ、こういうような原始的なやり方だけども、手作り感があって面白いような仕上げがやりやすいというのがベトナムの、良さでもありました。あとはさっきの少数民族の話で、これは例えばモン族だったらすごく藍染めが有名なんですけども、このおばあちゃんが持ってるのが藍染めの葉っぱで、右手がそのペーストにしたやつで、着てる服自体もおそらく藍染めをしてるんですけども、
まあ、なんせ天然材料だけでいろんなものを染める、まあ、その例えば藍だけじゃなくてこの左が石であるとか木の皮であるとか、そういうことができるっていうことでちょっとあの少数民族のところにみんなで伺ってこれはあのスタッフにこの作り方ってを書いてもらったんですけどもあの、まあ、服だけじゃなくて彼ら自身もその虫除けとかのためにこう家具も塗ったりとか、まあ、そういうことしているのでなんかこう内装で使えないかということでこう試し縫いでモルタルの板を作ってこういうふうに塗って何かちょっと別の まだあのできてないんですけども何かのプロジェクトで使えればいいかなというようなスタディをしたりもしてます。でこれは何か分かりますかね。これは右側のセメントタイルですね。セメントタイルのを作るための型なんですね。でこれはあの僕が作ったんじゃなくて実はあのさぬきさんって先ほどまたそれもお話に出た方と一緒にやった仕事で彼はこのタイルをデザインしてくれてあのすごい綺麗なんですけどもあの比較的安く型が、100ドルも1枚もかからないぐらいで一型ができてあの自分のオーダーメイドのあのセメントタイルができたりするんですごくそういうのも面白いなっていうふうに思ってます。でこれは僕と NH ビレッジってチャンダイギアさんっていうベトナムの建築家で、まあ、彼はもともと原博さんの事務所にいた方なんですけどもあの一緒にやらせていただいたレッサンの内装なんですけども彼もすごくマテリアルのことが好きでこういろいろ試してみようってことに一緒にやりました。でその、まあ、竹ってすごくベトナムの建築で使われて竹の建築っていうベトナムの建築っぽいんですけども、まあ、あんまりその丸のまま竹を使うんじゃなくて他になんか別の使い方ないのかっていうことで、まあ、この開いて伸ばしたような竹を編み込むとか、まあ、こんなテクスチャーになるんですけどもこういうことをしてみたりとかですね。まあ、これを考えたのは、まあ、プラン自体がすごく曲線が多かったのでそれに追随できるようなものがなんかできないかなと思ってこういうものをやったりとか、まあラタンですね。東南アジア一般的にラタンがすごく使われるんですが、まあ、こういうものを使ってこれもすごく細かい手仕事なんですけどもこういうのを一個一個作ってやりました。で、まあ、一通り、まあ、材料とかのことも分かってきたんです。まあ、すごく分かったわけでもないんですが、まあ、そういうことを経ながら次に考えたのが、まあ、どういうふうに、この気候に合ったすごく蒸し暑くて、まあ、冬もあったりして大変な気候に合ったものを作っていくかということを考えていきます。で次のそのステップとして、まあ、私のパートナーが環境デザインのプロなのでその環境のシミュレーションとデザインっていうのがどういうふうに関われるかっていうことを考えて設計を展開してきました。で、まあ、その構造設計っていうのが新しい形をこう新しいデザインを生んだように、まあ、構造はすごく可視化しやすいしもともとこの形っていうものを生みやすいと思うんですけども逆に環境とかその空気の流れとかってすごく見えにくくって熱とかも見えにくいんですけども今はその解析とかそういうものでかなりビジュアライズすることが簡単になったのでそれを利用して何か新しい形であるとか新しい、プランニングができないかと思ってやり始めました。で僕は個人的には2つのターゲットがあって1つはまあ地面を作るとこれはまあストラクチャーに機能を持たせるっていうことを考えてるんですけどもベトナムってよくそのストラクチャー以外を改装されてしまうことが多くてそういう改装やなんか改造にもなんか耐えられるようなしっかりしたストラクチャーの建物を作りたいなというように思いました。で、まあ、たまたま僕の、やってるプロジェクトが開発地域が多くて地面が全くフラットに静止されたものを渡されて、何か作ってくださいってことが多かったんですね。でその時に何の文脈もないんだけどもその文脈っていうのをストラクチャーで作れないかっていうふうに思って、やり始めました。で
もう一つは、まあ、これは日本で席やってる時から意識が強かったんですけども、まあ、あの環境のと建築の接点になるあのボーダーラインというのをどういうふうに設計するかっていうのを意識して設計を進めてます。で、一番、取り組みで最初に作った家がステップハウスという住宅があるんですけども、これはあの、林福省というところにあって、ハノイから車で1時間半のところにあります。すごい、あの、湖の中にあるような、すごくいい敷地なんですけども、別荘開発地で、やっぱこの敷地も全くのフラットで区画をされているようなところです。天気が悪いんですけども、あのこれが現場の時に2階から見たところですね。すごくいい風景ですね。で、これが一番最初にあのこの住宅を建てる時に作ったスケッチなんですけども、ご覧のようにこういう箱が3つこうステップ状に並んでいて、こちらには、ビューですね。あの湖に対するビューで、それがあの南東側なんで、逆側が西側なんですけども、こちらに対してはこの建物自体に建物自体でシェーディングをするっていうことを考えて、まあ、こちらは何かこう省エネ要素になるじゃないかというふうに思っていました。で、この地域にまだいい大工さんが実は残ってるっていうのを聞いたので、躯体をそれで作るのはちょっと難しいんだけども、なんとか屋根だけでもかけられないかなと、まあ、少しその地場の技術をこう残したり、取り入れたりすることができないかなと思って、まあ、屋根だけはこの勾配屋根でかけるっていうのが一番最初です。で、まあ、少し整理して、このビューのつながりですね、まあ、このボーダー、建物のボーダーについては、少しこの植物を介して、これはこの道路にある KSY というのはマンゴーの木なんですけども、まあ、これはもともとあったんですけども、こう段階的に、視線をこうつなげて、湖までつなげていければいいかなという、で、借景的なことですね。そういうことを考えてました。で、まあ、これが実際できたときに、こう、緑がどんどんこうつながって、湖までもつながるというようなことになってます。同じですね。まあ、逆側から見るとこんな風に見えて、まあ、3階の一番最上階の部分には大きくテラスがあるのが見えます。で、これが西側から見るとこういう風に建物自体でシェーディングを作るということですね。こういう風な箱をずらしてステップができているので、まあ、ステップハウスという名前を付けました。一番上にこの木造の屋根が乗ってます。で、この設計をするときに、いくつか、環境解析というか、日射の解析をしました。で、いくつものパターン の墓のずれであるとか、方向ですね、建物の方向 のシミュレーションをして、まあ、その中で一番、まあ、実際はビューも考慮してなんですけども、一番、最適なものを選んで、その後に設計を進めています。で、もう一個そのこちらの南東側が、北部ベトナム北部はこう竹筒風が、多いので、まあ竹筒風があるのでこちら側を開くというのは、まあ、1、2、3回とも共通でこんな風にしています。で、この部分と、まあ、庭が連続してさらに、湖までのビューが連続すると、断面的にはまあこういう感じですね。だんだんに見えます。で、こちら側から風が入ってきて、まあ、この吹き抜けを介して、屋根の上に抜けていくというような感じで、まあ、これが吹き抜けの部分です。木造 の小屋組が見えます、下から。で、まあ、プライバシーと通風のためにこういうふうなブロックをつけていて、まあ、せっかくさっきのタイルの例じゃないんですけど、自分でデザインできるので、まあ、いっぱいこういうふうに市販のものも あるんですけども、自分たちでこうデザインして片方はこう大きく開いてて片方は小さい、まあ、こういうような、結果的にまあこういうランダムな光が、
内部に入っていくようなそんなデザインにしています。で、まあ、外から見ると意外と整然と光が並んでるっていう風に整理ができるかなというところですね。で、北部だとやっぱ冬が寒いので閉じてる状態の建具のデザインも結構重要で、まあ、こう、行灯みたいに光ったりとか、そういうことを狙っています。まあ、で、夏にはもう目いっぱい開放できると少しいいかなというような。この建具の開き方自体は、比較的ベトナムの伝統的な、作り方です。で、これが、その建物の最近の、取材で行ったんですけども、植物がすごい繁茂していて、もうなんかこう、だんだん、まあ、個人的にはいい感じになってきているかなと。こんな感じですね。で、残念ながら、まあ、ここお庭だったんですけど、ヨガがしたいってことで床には変えられているんですが、まあ、この、湖とのつながりもまだあっていますね。で、まあ、植物がすごく成長していて、まあ、だんだん、になっている建物のブロックと植物がだんだん入り組んできたりとか、まあ、非常に面白い感じになっています。これは工事中の、あまりベトナムの工事中見ることないと思うんですが、基本的には単純ラーメン構造なので、今壁で見えているところはブリックを積んでモルタルで塗っているところです。ですね。で、今回は大工さんと一緒にやったので、大工さんが図面描いてきてくれたというか、提案を持ってきてくれて、これ全部今見えてるのはほとんど大工さんが描いてきてくれたものなんですけども、一緒に小屋組の検討、加工の検討をして、決めています。こんな感じで。まだこういうこと描ける大工さんがいるんだっていうことは、当時ちょっとすごく驚いた記憶があります。上等式ですね。風水師さんと一緒に祈祷します。鶏丸ごと置いてあったりして。まあ、この辺は日本と、あまり変わらないというか。で、上等はほとんどクレーンなしで人力です。で、まあ、これは間仕切りなしの2階ですね。というのが、ステップハウスですね。で、最近、ランソン省の、省庁舎の設計、まあ、コンペなんですけども、する機会があって、そちらも少し続けてだらっと説明したいと思います。それが、最初にちょっとムービーを流しますのでご覧ください。そう、ベトナム語なんです。南宋省って中国との国境沿いの省です。もう中国からの入り口みたいなところで、そういう少数民族も多いところです。で、敷地がこういう長細い、南北に長細い土地ですね。なので、今手前側が西側になります。で、川沿いの土地です。で、まあ環境負荷的には東西ってすごく悪くて、普通に建てるとものすごい大きな面が東西に向いちゃうんですよね。で、それでまあどうしようかなと思った時に、少しその東と西に建物が正対しないようにこう曲げて、太陽を避けていく感じの、ですかね、そういうデザインを考えました。で、ま、ステップハウスと一緒なんですけども、上を広げて下をすぼめて少しこうセルフシェーリングができると。で、あまりにも壁になっちゃうので、真ん中に穴を開けてます。まあ、これはちょっと計画的な意図もあるんですけども、それは後でまたお話します。
ちょっと内装はすごくベトナムの役人の人好みになって少しポテッとしていますが、こちらオフィススペースですね。特にエントランス、これは上階のキャンティーンとかスタッフの人が開放的に使うスペースです。これもオフィスエリアですね。まあ、こんな風な全体です。で、まあ、ベトナム の, その役所の建物っていうのは、大体このすごく新古典主義調が多くて、やっぱ権威的なものである。で、最近そのこの、例えばこのダナンの市庁舎みたいな最先端であるとか、モダンなものにしようっていうことでやったんですけども、これがすごく、ものすごい電気代がかかってとかっていうので、こう失敗例になってしまったんですね。まあ、そのためにこれから庁舎どうやって作っていこうというような話になっているさなか、まあ、ちょっとその後ですね。で、役所の建物はこう2つに分かれたりしているのは、これはこのベトナムの政治機構上 の, レイアウトに対応しています。なので大体こうツインタワーが多いです。で、南村ってもうすごい山奥で、もう大体山に囲まれていて、うねる川が流れていてっていうのが特徴的な風景で、ここに、まあ、もちろん金属というベトナム人の普通のというか民族と、あと少数民族も住んでいます。これがメインパーソンですね。で、まあ、ちょっと設計過程を、まあ、こういうふうに我々大体アイデア出しをみんなでしていって、まあ、スタディ模型をこういうふうにいくつも作って、まあ、今回はこの、流線形というか、まあ、形状の建物を選んだんですけども、まあ、ベトナムの一般的な事務所ではあんまりやらないみたいです。要は完成模型はすごくパリッとしたものを作りますけど、スタディ模型を作るっていうのは比較的あまり、まあ、結構珍しいです。うん。で、設計過程の話に戻りますと、先ほども言った話したんですけども、まあ、建物をぐにゃっと曲げると。で、もともとこの建物ですね、まっすぐだとこれは、ロータスっていうベトナムの環境指標上フェイルっていうのはアウトだよっていう意味なんですけども、まあパーセンテージはともかくとして、基準はともかくとして、これだけの差が建物を曲げただけでも出てくると、要は熱負荷を 30% 近く下げれるよというような提案です。これを建物の躯体の形状で、まあ、どこまでできるかっていうのは、まあ、デザイン上の理由もあるんですけど、躯体は、まあ、絶対に作るもの、仕上げと違って絶対に作るもの、例えばルーバーとかは作らなくても成立するんですけど、躯体自体は絶対作ると。で、まあ、それでこういうものがコントロールできると全体のコストも抑えられるということも考えています。で、まあ、さらにこの建物にはルーバーもつけてるんですけども、ルーバーも躯体の形状に沿ったそのデザインをしていて、あとはもう簡単に作れることですね。一つの材料でこの ひねってる部分があるんですけど、ひねってる部分以外は同じ材料、同じ形状、まあ、ひねってる部分も前回同じなんですけども、ひねりの部分の位置をずらすことで、まあ、ファサードの表情を、まあ、こういうふうに作っています。で、これは先ほどのビデオで説明しました。で、まあ、とはいえ、まあ、まだ先ほど言ったように、まあ、権威的な建物が求められたりもするので、その審査のこのコンペだったので、この審査の時には例えば敷地にこう整体しないという建物の配置であるとか、四角くない、まあ、実はこれほとんどカーブってそんなにないんですけども、これもやっぱ四角くないとみなされて、あとツインタワーじゃないとか、まあ、そういうことがなんかこう審査の上ではネックというか、最初はもうこんなのダメだっていう話になったらしいです。っていうのはなんかその表彰の時に審査委員長の方が言ってました。でもなんかよくよく見てみるといろいろ考えてるなと。で、今回その環境のことを考慮してくださいと
いうことが要項にあったので僕ら これ国立建築研究所さんっていうベトナムの法的機関の方に誘われて参加したんですけども、まあ、そこが、まあ、そういうことで僕らのところに誘いをしてくれて参加したんですけども、まあ、そういう点についてはすごく優れてるなということで、まあ、そこで一応一番高い評価をいただきました。これスタディ模型ですね。で構造設計的にはこれは先ほどから出ているネイパートナーズさんと一緒に設計させていただいて、この大きなボイドのところに橋梁と橋ですね、橋のようなアーチを作って、その上に板状のスラブを乗せていくというような、まあ、他の部分は単純ラーメンで、やはりなるべくそのベトナムの人に受け入れられやすい、あとベトナムの技術で建てられやすいように、今ベトナムにある技術の組み合わせですね、ベトナム人がやったことのあることでの組み合わせでなんとかやろうということで、構造設計の姉さんと一緒に考えました。でもう少しその環境負荷的なことを言うと、例えばこの真ん中に穴を開けることで、ここに風速シミュレーションで風が随分集まるということが分かったので、じゃあここに風車をつけてみようということで、こう機能的につなぐブリッジの下に風車をつけたりとか、まあソーラーパネル自体は、まあ、最後の手段というか、まあ、これはつけてもつけなくても、つければ電気ができますというだけの話なのであれなんですけども、あとは、まあ、地熱ですね、を利用した空調などを一応提案しています。で、1、2階は、まあ、先ほどちょっとランドスケープ、ムービーでもあったんですけども、ここをまあ公園化して市民に開くっていう、ことで一応提案させてもらって、まあ、こういう庁舎ってあんまりベトナムにはあんまりというか全然なくて、まあ、とりあえず市民が来るっていうことが前提じゃないので、どっちかというと役人が働く場所ということだけの認識なので、まあ、それを、まあ、一生懸命説明したんですけど、これだけはちょっと最後まで全然理解してもらえませんでしたまあ先ほどのパースですね、上の階のキャンティーンです。まあ、働く人の環境については今ベトナムでも結構気にしていて、こういう、働く人が快適に働けるっていうことについてはすごい評価していただきました。上から見るとこんな感じです。以上が我々の設計の説明です。でこれからっていうことなんですけども、まあ今お話した通り比較的その環境のシミュレーションを利用した設計をしていて、まあ、今このスタディいくつかその、どういうことができるかなって実験をしています。で例えば、まあ、これも日射のシミュレーションなんですけども、まあ、ステップハウスも卵巣のプロジェクトも自分たちで形をモデルを作って、そのモデルを何パターンか作ってから解析をかけて一番いいものを選ぶっていう方法だったんですけども、例えばこれはこういう、まあ、この元々の形は自分たちで作るんですけども、日射の解析をすることで最適な開口部の作り方を自動的に作り出せないか、まあ、まあ出せるんですけども、それがどういうふうに建築として反映されるかとか、もっと自由にできないか、要するに自動的にできないかっていうのが結構テーマで、いろいろこういうスタディをしています。まあ、いわゆるコンピューテーションなんですけども、環境のアナライズにちょっと特化したところを少し研究しています。で、まあ、これも同じような日射ですね。でまあ、ちょっと先ほどからそのセルフシェーリングっていう話がよく出るんですけど、まあ、そのためのスタディをこれで行っています。こういうことをやったりとかですね。あと最近は、まあ、今まであんまりできてないのが風とか流体の解析で、これは最近すごく始めたばっかりです。例えば、まあ、これ、今ちょっと黄色で見にくいんですけど、これが屋根の形状だとしたら、まあ、どういうふうに風が、こういうふうに風が流れたら、どういうふうに風がこう通過していくかということを、いくつか、これバタフライウィングで
やってみると、例えばこの、折れてる部分ですごく加速するとか、連続的なものを作ると意外とダメだなとか、まあ、まだその程度です。で、コルビジェのいわゆる風の屋根を作るとすごく本当に加速するなとか、まあ、そういうことをみんなでちょっと確認して、本当に、まあ、いわゆるやっぱ可視化して、みんなで納得して、これからどういうふうにデザインに風を取り込んでいくかっていうのを本格的に考えています。で、これは、今年ですね、設計者学校なんですけども、単純にスラブにこう穴を開けて、まあ、これ最初に作ったスケッチなんですけど、スラブがあって、そのスラブは自由に走れて、いくつか穴を開けて、外部と内部をつなぐっていう、すごくシンプルな案なんですけど、これも、まあ、構造で何か環境を作りたい。躯体で何か、土地を作るようなイメージで作ってます。で、やはりそれでやっぱ一番気になったのが、もちろん日射解析もしてるんですけど、まあ、風が本当に通るのかっていうことで、これは CFD のスタディです。で、まだまだこれは自動的に形が生成できるわけじゃなくて、やっぱまだまだ人力でいろんなパターンを作って、これが断面ですね。本当にこの上部に風が抜けていくかとか、そういうことを確認しながら、モデルを少し変えながら設計を進めました。まあ、以上がうちの、今やってる取り組みです。これからありがとうございました。以上です。竹森さん、本当にありがとうございました。ですね、まあ、ちょっと、いろいろ、お伺いしたいなと思っていて、ちょっと、まずもう、このままちょっと、すごく面白かったので、いつもだとここで5分間休憩とか設けるんですけども、ちょっともうこのままやっちゃいたいなと思っております。で、まず、今回、私たちホップスコッチが、まず、なぜ竹森さんをお呼びしたかみたいなちょっと話を簡単にしたいなと思っていて、まあ、今こうやって外国に行くことがなかなかできないって中で、まあ、外国で今実践されている人の声を、お届けして、なんかそこで今現役で学生やられている方とか、まあ、ベトナムで働いてみたいとか、外国で働いてみたいとか、なんかそういう意欲がなんか分けるようなものを作りたいなっていうのがそもそもの始まりで、はい、私が、はい、で、ベトナムで、竹森さん存じてたので、お話ししていただきたいなと思って、ちょっと、企画したものです。で、はい、ベトナムって、なんか、すごい、竹森さん、冒頭で、ギアさんとか、私の元ボスのハオさんとか、紹介していただいて、今、すごい日本で、ベトナムに入ってくる情報って、結構、南部の情報が多いなっていうのが思っていて、竹森さんは、ご紹介いただいて、お話あったように、北部で、ハノイで当たられるっていうことで、ハノイだと冒頭の話であったように、こう地域 その気候の、まあ、冬があったりとか、なんかそういうこととか、また南部とはその文化とか、少数民族に対する考え方とかも全然違うなって、私もハノイにいた時にすごく感じたとこがあって、でそういった話とか、さっきちょっと中間の方でちょっと田中と私と竹森さんでちょっと話が盛り上がったんですけど、まあ、日本とその戦後から近代化の過程のその共通化だったりとか、まあ、日本となんかベトナムのなんか共通することとか、なんか働き方の違いとか、まあ、建築のそういうデザインでもいいんですけど、なんか日本とベトナムのなんか比較ができる、できてなんかそれでベトナムが面白いとか、あでも日本もやっぱ面白いよねとか、なんかそういうディスカッションができる会がいいなと思って、それで田中さんとちょっと企画してたところがあって、っていうようなところが前段でちょっと話したかったことです。はい。ここからちょっと田中さんにちょっと、ちょっとつなげて、ちょっとまとめてやっていただけたらと思います。ちょっと余談でした。僕からちょっと田中さんに聞いてもいいですか？あ、はい。で、まあ、今回、宇佐美さんも、まあ、ベトナムに住んでたこともあったりとか、まあ、この間打ち合わせしてもらった山下さんも、ボーチョンギアの、まあ、インターンやってて、僕もよく知ってて、こっちに行ったことがあるとか、来たことがあるとか、っていう人と、全然来たことがないっていう人との、やっぱ今、僕はちょっと十分に話できたか別として、こう、感じ方が全然違うと思ってて、まあ、今日、まあ、聞いた話とか、まあ、今までこう、メディアとかで見てる話で、ベトナムと日本の違いとか共通点って何だと思います？そうですね。
今日お話を聞いた中での、はい、違いで言うと、ごめんなさい、まあ、今日のお話の中ですごく面白かったのは、あの、はい、ベトナムの、まあ、気候的なお話から、うん、まあ、あの北中南の土地の違いから、うん、あとは建築のこう歴史的な背景までを説明いただけたので、うん、そのベトナムに対しての何て言うんでしょう、街のイメージとは違うより建築にこう特化した知識っていうのをすごくこう学べたんですね。でその上で、じゃあ日本との違いは何かって言いますと、やっぱりそのフランスないしソ連という国の影響を受けてできてきた建築があって、でそれが未だにその先ほどの庁舎のコンペでもあったんですけども、やはりその各々の生活する人たちにとってのなんていうかこう権威の象徴であったりとかっていうものにまだ根付いているっていうところがすごくこう特徴的だなと思って、例えば日本においてはそれがまあモダニズムがどこの影響なのかっていうのはまああるにせよ、そこまでその様式っていうものが色濃く建築の用途に影響を与えているということはないかなと思っていて、そこがすごく違いとして顕著なのかなと思ったのが一つで、じゃあ同じ共通点はどこかっていうと、やっぱりアジアの気候っていうところかなと、まあ、木造の文化ですよね、石じゃないっていうところがあるかなと思っていて、で先ほど少しお話はしたんですけれども、まあ、全世界的なその近代化の流れに対して、どのようにその自国の建築 をアイデンティティとして表現するかといったときにテーマとなるのが、まあ、環境というところが結構その日本とも共通するかなというふうには思いました。特に日本の伝統建築も風の流れとか水を使ってこう、環境に対して熱をこういかに入れないか、逆に言うといかに入れるか、風をどう通すかみたいなところがすごくこう近世の知恵みたいなものが建築で表現されている文化があるので、まあ、それをいかにこう現代に昇華して、要は技術を使って、新しい建築として表現していくかといったところが共通してるかなというふうに思いました。うんうん、まあ、なんかその共通してるところ、今おっしゃったようにその日本の建築だって普通に日差しとか考えてたじゃないですか、っていうか今も考えてると思うんですけど、はい、で僕大学院出た後にちょっと静岡で大工さんと一緒に工務店で働いてて、はい、でまあ、大工の棟梁と一緒にその建主さんのとこ行って、まあ、現場というかその家の土地をこう一緒に見てて、まあ、大工さんとその建主さんが、うん、じゃあこっちちょっと西側向いてくからこっちは日差し長くして、でこの南あったかいからここを今にしましょうみたいな、その場でこうどんどん話していくんですけども、それってまあやってることとしては変わらないというか、まあそこに何か技術を持ち込んだりとか設計の手法を持ち込んだりするかどうかだと思うので、僕もその点は多分それはアジアだからなのか、僕もあんまりヨーロッパで設計とかしたことないので、ヨーロッパ西洋がどうなってるか分かんないんですけども、ひょっとしたらまあ結局そんなのってやっぱ世界共通なのかなっていう、まあその建築家なしの建築じゃないですけども、やっぱりその時それで取り上げられてる人たちだってまあそういうことを考えて、それにしなやかにしたというか従ってそれを受けてやっていたと思うので、まあそれをまあどういうメソッドとかでやるのかなっていうところでまあ共通してるのかなっていうふうに僕も思います。同じようにでもなんか違いって言われると、まあ、もう逆に言うとあらゆる面が違うということにも、まあね、とも言えちゃう。例えばその政治の体制がまず違うとか、はいはいはい、つい70年代後半まで戦争、いやまあ、ベトナム戦争時代は70年代後半ですけど、その後もに中越戦争とかいくつかの戦争があったので、でその建物がボンボン建て始めたのってここ10年とか、そういうことだと思うんです。なのでそれも随分違う
と思います。でその様式と先ほど様式の話をされ、はい、あとその様式をとこう引き継いでるっていうのが特徴的だっていうふうにおっしゃったんですけども、僕もそれはそう思って、でもある時なんでこの様式を引き継ぐのかなと思って、まあ一つの答えはなくてすごく多面的な影響があると思うんですけども、うん、一つのなんか道筋としてというか話としては、その先ほどの戦争の話でそんなの変える暇がなかったっていうか、っていうのもあるし、そのフランスの何かを持ち込まれた、例えばレンガコンクリートが持ち込まれたとか、例えばソ連のプレキャストコンクリートが持ち込まれて、どん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 こう家が建物が すぐに、もう工期もかからずに建てられていく様とか、うんうん、そういうものをまざまざと見せられたら、もうなんかそれに従っていくっていうか、それがやっぱり便利じゃんとか、その理にかなってるじゃんと思って、そこにすぐ飛びつけるベトナム人の気質であるとか、まあ、あとはひょっとしたらその80年代後半まで社会主義だったので、その資本主義経済の中での建築っていうことでは昔はなかったと思うんですよね。そうなった時に明治維新以降から比較的資本主義的な国だったで、例えば日本は商売として建築に投資するとか、そこで開発をするとか、うんうん、それはもう土地を開発するだけじゃなくて技術を開発するとか、そういうことができたと思うんですけど、ベトナムは比較的そこら辺があまりできなかった。なんでかなら、まあ、あまりそこに投資する余裕がなかったので、うん、ですし民間資本がなかったので、民間がそれをすることがなかったというところも実は影響しているのかなと、なるほどなるほど、うん、いうふうに思います。もうちょっと掘り下げたいなと思ったところが一個あって、はい、ロンさんって合ってるんですかね、その著者のコンペの。ランソンのコンペがすごく興味深いなと思ったのが、そのこれまで役所っていうのは、まあ、新古典主義がメインだったという中で、まあ、一つダナンで荒っていうものができてしまったという経験がある中で、今回その竹森さんが設計されたものが、もう評価としてはその正体してないとか四角でないとかツインターではないっていうものが、まあ、なんていうか歴史的な観念というか習慣的な評価っていうものが一方であったんですけど、まあ、それがでもいろいろとこう見ていく中で実はすごいよくできてるねっていうことで評価されたと思うんですけれども、それがなんていうのかな、何によって評価されたのかなって思った時に、その環境を数値化したこと、要は可視化したことだとすると、うん、なんかそこにすごく可能性を感じてはいるんですけれども、何が言いたかったかっていうと、多分環境建築というものは全世界的にあって、うん、コンピューテーショナルデザインで、まあ、日射制御を最適化するっていうこともあると思うんですけども、そこにそのあえてこれまでの4つの様式を利用じゃないな、活用してしまうというんですかね、うん、例えば新古典主義の建築があった時にみんなが抱く高級感とか豪華さっていうものはあるけれども、一方でやっぱりフランスの立ち方をしていると、いやベトナムとしての立ち方をしてないとすると、そういうものをリノベーションとかする時に竹森さんの手法っていうのがすごくこう価値を持つんじゃないかなと思ったんですね。環境解析的にはこういうふうにやって、こうすると実はこの建築のポテンシャルはここにあって、この部分を生かしてすごくいい建築ができるんだっていうと、その権威性みたいな一般の方が抱くものも持ちつつ、でも環境的にはものすごい価値が向上するみたいな、なんていうかそういう新たな建築っていうものも誕生するのかなというふうに思って見ていて、
その時に多分ツインタワーであることはちょっとわかんないですけど、いいのか。なんかその既存の価値みたいなのが更新されるような建築ができちゃうんじゃないかなっていうふうに聞いてて思ったんですね。その一つになんかその ランソンの建築が位置づけられるんじゃないかなというふうにも思ったんですね。なるほど、うん、確かにそうですね。ごめんなさい、感想でしたいやでもすごい面白いですよね。僕もあのランソンのコンペでの話を聞いた時に、あすごいなっていうのがそもそもの感想で、ああいう大きな公共の案件を日本人のベトナムで多分日本人であるという方で取った人って多分竹森さんしか今いなくて、で改めてなんか面白いなって思ったのは、あの公共公園化とかあの開いていくみたいなものが理解されないってあったじゃないですか、うん、あの最後の方の話 であれすごい面白いなって思ってて、なんかやっぱベトナムってあの竹森さんが最初紹介していただいたやっぱスライドとかでもこうすごく街で人がこう外でこう木の下でこうコーヒーとかお茶飲んだりとかコーヒーとか出したりとか、なんかそういう結構パブリックスペースっていう、僕らってなんか日本にいるとパブリックスペースってなんか自分たちで作るものっていうかそういうとこがあるけど、彼らの中ではなんかどこでもそういう場所を使い倒して自分たちでそういうパブリックな場を作るみたいなっていう認識がすごくあって、で結構やっぱあのランソンのやつってのコミュニティのコミュニティプレイスの話、スペースの話は結構やっぱある意味デザイナーとしてそういう場所をやっぱ作るっていうのがすごくあって、でそういうのってなかなかこうなんだろう、パブリックスペースってドンって出して結構ベトナムのいわゆる人がこうパブリックスペースってなんだみたいな、なんか理解されないっていう話はなんか、あ確かにそうだよなっていうふうにもなんか思って、ああ、なるほどなとかちょっと思ったところですごく面白かったです。ちょっとこの感想みたいな感じなんですけど。今言われて、まあ、あのあそういうことかって逆に思いました。ありがとうございます。まあ、確かに、まあ、そんなものを作らなくても自分たちが集まりたい場所にまだ集まりますよね、うん、ベトナム人で。だから結局、ベトナムでパブリックスペースを作るっていうのは、少し押し付けがましいっていうような気がしました。うん、面白い、うん。それはすごくいい指摘です。ありがとうございます。うん、はい、うん。あとは、やっぱり、あの、環境とかの話で、やっぱり竹森さんが、こう、環境解析とか、まあ、ああいう、あの、ティム・ミドルソンさんと一緒にやられてる、ああいう環境とか、まあ、ビームとか、ああいったものってすごく、僕は今話聞いて改めてなんかベトナムの建築との親和性がすごくあるものだなって感じたんですね。でそれはその竹とかまあレンガにしても、まあ、いわゆるビムでレビットとかああいったものでこう素材の要素要素であのコンポーネントがあって、ああいうのをこうどうしても今ベトナムだとお話あったように人件費が安いんでその場で実験とかしてあの作ることに対してのコストはそれであの対応できるますけど、そういうものをこういいデザインを大量供給するって言った時にビムとかあるいは、まあ、CAD でもそうですけど、それをこう情報として設計図を残しておくみたいな、残しておくとかこう更新していくみたいな、うん、特にビムはあのベトナムのその材料レンガを積むとか竹を編むとかそういったものとの親和性がめちゃめちゃあるなって、なんか、まあ、ちょっとハオさんのところにいた時にもそういうのすごく感じたことがあって、あのやっぱレビット、まあ、ビム関係のことってすごく大事だなと思って、今日本はすごくそれが遅れてるなって思ってるんで、うん、なんかベトナム行くとそういうのすごく学べるなって思って、学生が行ったらいいんじゃないかなとかちょっと思ったりしたこともありましたね。そうですね。まあ、なんか僕よく昔そのさ、まあ、今回の一番最初の話じゃないんですけど、その大学出てすぐにベトナム行きたいんですけどっていう人は基本的に止めてたんですよね、うん、まあ、日本で一回働いて、そのしっかり建築 の, その
仕事を一通りやってから来た方が焦ることはない、その後でも全然問題ないんじゃないっていうか、その方がいいと思いますよっていうふうなことを僕は結構言わせてもらったんですけど、最近はちょっと考え方も少し変わってきて、なんか別にその日本の建築が世界標準でもない、まあ、ベトナムの建築が世界標準でもないんだけども、まあ、この先どうなっていくかわからないっていう気持ちの方が最近強いんですよね。日本の建築のやり方学んでて、まあ、日本では生きていけるかもしれないけども、当然中国とかアメリカとか、まあ、ヨーロッパもそうかもしれないけども、そういうとこ出た時に、なんかできるのかなって思うと、まあ、そうでもない気が、不思議だ。ただベトナムでやったからってそれが身につくわけでもないけどねっていうのもあるんですけども、そうですね、うん、まあなので最近その、まあ、その最初に言った、これから海外に出たい人とかそういうことに対する話としては、うん、今みたいなことがあるかなと、うん、要は、まあ、もうどこがいいのかよく分かんないよねっていう、そうですよね、まあ、それを、まあ うん、それが決まるのはこれからだし、うん、っていうふうにはなんか最近思います。本当に5年ぐらい前、3、いやもう 2,3 年ぐらい前までは絶対日本で10年ぐらいやってきた方がいいですよって、そうですね、うん、私も竹森さんとか庭さんに言われた記憶があります。私はでも今日のまあレクチャー聞いてて、すごくその海外に行こうとする人にとってのまあヒントがたくさんあるなと思って聞いてたんですけども、例えば竹森さんも最初行った時はまあ手探りで本当にその旧市街に行ってマテリアルをこう触ってみるとかやられてたじゃないですか。で今日のレクチャー多分聞いた人は分かると思うんですけど、やっぱりベトナムの建築の歴史認識がきちんとあるということはきちんと勉強されたということだと思うんですね。でそのきちんとその現地の土地の、まあ、なんていうか素材感を手探りで探すという行為であったりとか、その、都市の成り立ちという歴史認識とかを、まあ、きちんとその事務所の紹介でもあったように勉強会をきちんとされて、何かこう自分で動くっていうことと何かこう本で勉強するっていうことがなんか共通して、それは日本であってもベトナムであってもアメリカでもどこであっても、まあ、海外で働くことっていうことに関しては、なんかすごく共通して重要なことなんじゃないかなというふうに思ったんですよね。なんかその勉強するってことに関して言うと、うん、なんか今後は日本国内にいても、例えば今ほら地方のとかって言っている話あるじゃないですか、うんうんうん、意外と地方のこと全然知らなくて、うんうん、自分の地元のこと全然、うん、静岡なんですけど、意外と知らなかったりする、うんうん、意外とっていうか全然知らないじゃないですか。だからもう一回僕、うんうんうん、多分日本に帰って静岡でやるってことになったら、また一から多分ベトナムでやったことをやらなきゃいけないなと思うとちょっと気が遠くなりますよね。やっぱり結構それくらい分かってない、まあ、日本は情報も多いし、あと日本も読めるので、うん、ベトナムよりは楽かなと思います。うん、でもやっぱり気が遠くなりますよね。でも多分そういうことなんだと思います。意外と知らない、うん、ただベトナムに来た時にで来てよかったっていうふうに思うのは、うん、明確に知らないじゃないですか、うん、誰がどう考えても知らないじゃないですか、うん、知ってるつもりにもなれないっていうか、そういう状況だったんで、あもう一から学ばなきゃいけないってことになって、うん、で一から学ぶと、あこういうことが出てくるんだってことが分かって、実は一から学んだことなんか今まで一度もなかったなと思ったんです、うんうんうん、今までは全部知ってるつもりだったので、うん、日本のことなので俺日本人だし、うん、っていう、ただ、まあ、こういう環境に置かれると逆に、あ全然日本のこと、あ、まあ、海外に行くとよくある話なんですけど、うんうんうん、まあ、建築を通してもやっぱそういうことを言えるのかなっていうふうに思いますね。逆説的に日本に関してもこう知らないことが見えてくるとか、そうですね、そこですよね、うん、なるほどなるほど。あじゃあですね、会場、視聴者の方からですね、何人かの質問とか感想的なことをいただいているので、ちょっとご紹介したいなと思います。すみません、大沢さんでよろしいですか。大沢さんからの、感想というか質問というかありまして、とても勉強になりました。
現場管理をしていて、日本との違いや特徴について気になりました。現場の苦労話や施工者とのコミュニケーションのコツがなどがあれば教えていただきたいですというご質問が出ています。ちょうどこの現場管理の話をちょうど昨日ベトナム人の建築、さっきあの一緒に仕事したチャンダイギアクさんと一緒に話をしていたところなんですね。で、まあ彼はすごい立派な素晴らしい建築家なんですけど、現場の管理がなかなか難しいっていう話で相談されて、まあ、彼ですらそうなんだから、まあ、そのまずは言語の問題ではないということはよくわかるということですよね。でまずその現場の人たちでどれだけの人間が図面読めるのかっていうことから始まって、うん、コミュニケーションの難しさってやっぱそこにあって、まあ、図面が読めれば共通言語なので成立していくと思うんですけど、それ読めないでその場所で、説明する、忘れちゃう、間違っちゃうみたいなことをやっぱどんどん繰り返していって、まあ、いつも大変な思いをしてます。でコツはよく正直なので、昨日そんな話をしてたぐらいなので2人ともよくまだ僕もあんま見つかってないんですけども、苦労話は山ほどあって、でもあんまりそれしても、まあ、前向きでもないので、ただ、その、先ほどの分かった、自分は全然知らなかったって話じゃないですけど、まあ、要するに全然分かってもらえないってことがよく分かったというか、で、今までその図面だけのコミュニケーション、うん、これで書いとけばいいやっていうふうに相手はあんま見てなかったんですけども、まあ、相手がもう図面読めないってなったらもう別の方法を考えるしかないですよね、絵描いたりとか、その時にビムってベトナムではよく使われてうちでも使ってるんですけども、そのツールとしてビムはすごくよくて、まあ、3D になってるので、まあ、その場でくるくる回したりとかいくつかのスクリーンショットを撮って見せると、あ、こういうことなのって言って比較的スムーズに行ったりはします。やっぱそのビジュアライズしてよく説明するコンセプトも説明してあげると、より施工者の方も、まあ、それは形に反映しないにしてもすごく気持ちが乗って、あ、俺はこういう建築作ってんだっていう興味を持ってくれたら、随分現場、まあ、お互い楽しくなるというか、うん、はい、と思います。ありがとうございます。続々と質問が来てます。じゃあ、大沢さん、もし、またこの後、懇親会がありますので、直接、竹森さんとお話ししていただくこともできますので、よかったら参加してください。で次の質問ですね。次の質問と、私もよく知ってる、今、同じ会社で働いてるんですけど、陳さん、ベトナムの陳さんの質問で読み上げます。日本建築家代表の一人として、ベトナムで建築を作っているのはどういう心境で、どういうアイデンティティの建築を目指しているのでしょうかっていう、結構挑戦的な、ね、一番質問されて怖いなと思ってた人が質問来ちゃう、ね、まあ、日本建築代表かどうかは全然別として、まあ、ベトナムで建築を作っているっていう心境、まあ心境はなかなか難しいですね。まあ、さっき言ったようにすごく前向きに来たわけでもないんですが、ただその、まあ、学ばせてもらっていることもあるし、もあります。ただあんまりベトナム日本っていう分け方はあんましてなくて、たまたま、まあ、ベトナムで過ごしていて、敷地がベトナムなのでベトナムの建築、ベトナムにあるべき建築とか、やっぱそういうものを作り出したいと思って、まあ、その一環でちゃんとじゃあベトナムの歴史を知らなきゃいけないとか、文化を知らなきゃいけないということで、まあ、ああいうことを調べて今日もお話しさせてもらったんですけども、でアイデンティティ、どういうアイデンティティかっていうのは、なので僕は全部それは敷地によると思います。で僕のアイデンティティをどう表現するかっていうことはあんまり建築において考えてなくて、どっちかっていうと敷地のアイデンティティをどういうふうに表現するかっていうところ、アイディアならそれがその自分の建築のアイデンティティになるんじゃないかなと思います。だから実はベトナムに限らずいろんなことをやっぱ調べるのが好きで、いろんなその歴史であるとか、その
機構であるとかも、要するに条件を全部知らないと気が済まないというか、そういうのがまず建築以前にそういうのが好きで、その上でそれを全部実現、こういい方に実現するのは難しいんですけども、いくつかピックアップして建築に乗せて、その気候とか文化とか風土に合った建築を作るっていうのが、まあ、アイデンティティになるんじゃないでしょうか。大丈夫ですかね。ありがとうございます。じゃ続いて、山田匠さん、私の、研究室の先輩ですね。山田さん、ありがとうございます。設計を持っているゼネコンは存在するんでしょうか。設計もやっているゼネコンという形式は日本だけの独特のものなのか、それともアジア圏では共通するものなのかが気になりますという質問なんですけど、ちょっとアジア圏の話までよくわかんないんですけども、ベトナムではゼネコンさんは設計部を持っているところはあります、はい。でもともとその国営企業が多いので、こういう社会主義体制の国になるので、そういう国はやっぱ自分たちで設計して自分たちで作るっていう、まあ、その国の建物をですね作る英然部的なことはもあったので、おそらく、それも影響してるんじゃないでしょうか。まあ、一方で設計だけやってるところもあるので、まあ、あれですね、確かなところは正直わからないんですけども、今現在ゼネコンさんで設計もやってるところはあります、なるほど、 ありがとうございます。もう非常にこの辺りのことって北部と、なんか私南部と北部と中部となんかいろいろ言って、なんか誰が正しい情報なのかっていうのを、地域によって全然バラバラなんですよね。ですごいこれってどうなってんのかなって言うんですけど、北部ってやっぱ一番そういう意味でこう、まあ、話ではあったように政治の中心だったりとか、中国の設計の影響とかもすごくあるので、なんか一番トラディショナルなって言ったらあれなんでしょうけど、なんかそんな印象があります。ありがとうございます。じゃあ続いてがですね、高橋さんからの、質問で、建築教育の話やベトナム建築史の話、非常に勉強になりました。役所的な建築の権威性の話もありましたが、ベトナムにおける建築家像と一般の方との距離感や受け止められ方がどのようになっているのか気になりましたということです。いかがでしょうか。あ、でも今、そうですね、日本における建築家っていう話とすごく似てるかもしれないというか、世界中大体そうなのかもしれないです。まあ、要は日本だと工務店に家を建ててもらうというか、大工さんに家を建ててもらうっていうのがずっとあって、もう建築家っていうのは家なんか建てなかったわけですよね。家なんかって言ったらあれですけど、まあ、公共建築の設計とかが建築家っていうものが多くて、それが、まあ、住宅の建築とかを作るようになったという経緯が歴史的にあると思うんですけども、大雑把に言うと。でベトナムも大体一緒で、そのベトナムで建築家ってやっぱ公共建築を作る人が多で、プラスフランス時代に大邸宅を作る人ですね、一般の人の住宅を設計するようになったので比較的最近だと思います。それこそ、まあ、さっき最近の建築ですよって言い始めたあの辺のはずです。もちろんインテリアとかはレストランとかあったと思うんですけど、と思います。はい。なので、要は、少なくとも普通の家の設計をし始めたのは、歴史っていうのは日本とあんま変わらないと思います。で、建築家に頼むと高くなるとか、なんかそういう人の発想あると思うんですけど、ベトナムもそういう発想はあります。なので距離感としては別に日本とあんま変わらないかもしれないですね。はい。でも、まあ、それでもなんか最近一般的なその建築雑誌というか、お家のための雑誌みたいのが出てきた。それを見てやっぱお願いしたいというベトナム人が結構いたりとか、あとまあネットでそういうのを見て、みんな結構建築家に頼んでるんだっていう感じ
で若い人が頼んでる印象です。うん、ありがとうございます。はい、また、最後に、最後というか今ちょうど質問がいただいたんですが、栗崎さん、できるだけちょっとお時間も過ぎてるんですけども、せっかくなんでちょっと質問は読み上げて、はい、そのまま懇親会を予定しているので、ちょっとこれ以降の質問の方はもしよかったら懇親会で質問していただければと思います。じゃあ最後にちょっと栗崎さんの質問を紹介します。東方のように古代から近現代まで一貫して俯瞰するような通史がベトナムの建築史にもあるのでしょうか。大工が書いた漢石があるのは知っていますっていうことなんですが、どうでしょうか。東方、一応ベトナム建築史の教科書っていうのはベトナム大学のものはあって、ただそれがどんだけ詳しく書いてあるかっていうと、まあ日本の例えば太田博太郎先生の日本建築序説とかあんな風なものまでは書いてないんじゃないですかね。まあ、あとちょっと難しいのは、先ほどもからずっと出てる北部中部南部で随分建築の形式が違うし、中部はそのチャンパ遺跡が ある、まあまあ、とはいえもう1000年代以降はとかもう少し前から木造建築で、まあ、ホイアンの町が有名ですけども、比較的似た建築形式で当たってるんですが、まあ、そういうのも多分写真ぐらいではそのチャンパー遺跡とかも写真ぐらいではそういう教科書に載ってたような気がします。でなので、古代から近現代まで一貫して俯瞰するような通史っていうのは今作ってるところだと思います。で日本のその歴史の先生、もいらっしゃって、ドコモモとかの活動ですね。はいはい、ということで、ベトナムの大学の歴史の先生と一緒に話されてるのを聞いたことがあるんですけども、うん、今随分いろんなことをお調べになってるような感じだと思います。うんうん、なるほど、はい、ありがとうございます。栗崎さんもよかったらぜひ懇親会の方参加していただいて、すいません、すいません、チャットもう一個だけ来ました。質問と回答にですね、宮石さんって実はホップスコッチのデジとファブに出ていただいて、まあ、彼もベトナムで活動していたことがある、まあ、私もよく試食している友人宮石さんからの質問があるので、ちょっと紹介したいと思います。すいません。宮石さんがご無沙汰しております。日本では製品化された快適で効率的な生活が当たり前になっていますが、ベトナムではそのような流れがありながらも、環境を読んだ野生的な要素を含めた豊かさがまだあるようにも思いますし、竹森さんのお話からそういった部分を感じました。竹森さんが日本でそういったことをベトナムに行く前に感じたことなどあったのでしょうか。お話途中からだったのですでに話されたらすみません。どうでしょうか。後半のことはよく分からなかったんですけども、うん、まあでも製品化されたものがないからこそ、ちょっといろいろ先ほどその旧市街回った話とか、まあ、まあああいうことが発生して、まあ、デザインの面白さは、まあ、それなりにあるよねっていうことが あります。でこれからそれがどういうふうに変わっていくかとかっていうのもよくわからないし、でそのベトナムの建築でが海外で評価今すごく高くなっているので、おそらくそれに起因しているデザイン、今まで見たことのないデザインとか、今やもう先進諸国みたいなところではやられないようなことみたいのがそのあったりとか、あとさっき南部と北部の違いも言って、南部が多いって言ったんですけど、南部はもうその年中あったかいので、あまりその気候のことを気にせずというか、その開放的に全体的に作ることができるっていう良さがあって、僕もぜひ一度南部で設計し、住宅でも設計してみたいなと思うんですけど。よくおっしゃってますよね、まあ、竹森さん。そういう気候があるからこそ、その製品化されてない収まりとか、うん、まあ、その、いわゆるスペックで決められない、建築空間みたいなものが許容されるっていうのも、あるような気がします。で、それはもちろん法律的な面もあるんですけども、やっぱりその特に南部では気候的な面でそれが可能になるっていう訴状があって、可能になれば
みんな別にそれ以上のことはあんまりやろうとしないから、うん、今の状態が比較的続いているのかなっていうふうには思います。うん、なるほど。でもこれからもベトナム人が金銭的に豊かになってきたりとか、うん、あとその顕在市場みたいなものを形成されてくると少し変わるかもしれませんね。うんうんうん、なるほど。な感じです。ありがとうございました。たくさん、質問をいただいてありがとうございました。最後、田中さんなんか、最後ありますかね、なんかまとめていただければ。そうですね。今日、私はベトナムにも行ったことがなくて、あまり建築についてもよく知らないことが多かったんですけれども、まあ、本日のレクチャーで、まあ、全てではないにしても、こう、ベトナム建築に対しての、歴史認識であるとか、興味をすごく、湧いたレクチャーでした。でまだまだいろいろ何て言うんでしょう、材料のこともすごい気になりますし、うん、何でしょう、そのいろんな実践の中でいろんな苦労話がある、まあ、大量にあるとおっしゃってましたけど、そのあたりも聞いてみたい話でもありますし何かそういったところもまたちょっと聞いてみたいなと思いました。でまた最後感想なんですけども、製品化された快適でその効率的な生活っていうのが先ほどの質問の中であったんですけども、やっぱり竹森さんが目指しているのって、私が思ってるのはこう新たな合理性というか、まあ、使用設定で環境数値が規定されてしまうような仕組みが日本はまあ結構できてきてはいるんですけれども、まあ、そこの基準とは違う快適性とかいうものが実はこう新しい合理性として共有できれば、いろんな建築の新しい可能性が見えてくるんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、そういったところを目指されているのかなというふうに 思いました。はい、うん、ありがとうございます。あ、本当に今日はこちらのですね、いろいろもうベトナムの基礎的なことから、まあ、竹森さんの最近のランソンのああいう話とか広く話していただきたいっていうことがこちらでちょっと相談したことがあって、まあ、それに対してすごく竹森さんもかなりいろいろ考えてこうスライドとか今回用意していただいたなっていう印象があって、とても感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ここでちょうど時間もだいぶなってきたので、イベント自体は終わりにしたいと思います。本当に竹森さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。どうも皆さん、お聞きいただいた方もありがとうございました。ありがとうございました。視聴者の方も最後までお付き合いいただいてありがとうございました。